こんばんは、平井博明です。今日はですね、コンペにお呼ばれしましてゴルフ行ってきました。これから動画撮りますけども、内容はですね、スイングでやりたいことを優先するのか、ミスを回避する動きを優先するのか、どう考えてどっちを優先しているのかなっていうのがちょっと気になってですね、いろいろそのことについて動画を撮っていきたいと思います。これはコースでのショットのことになります。そのことについて動画を撮っていきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。何が言いたいかっていうと、例えば右が OB です。右には曲げちゃいけないホールだとしたら、その右には絶対行かないように、とにかく左へ避けて避けて打っていくのを優先するのか、右の OB が出ちゃったとしてもやりたい動きを優先するのか、どちらを取ってるかということがすごく問題になると思うんですよね。スコアメイクにするにしても、そういうことがすごく重要になってくると思います。例えば今日は本当にスコア関係なく動きたい、やりたいことを優先するんであれば、もちろんその OB が出ちゃったとしても動きを優先していいと思うんですけども、競技とかですね、スコアを取りに行くんであれば、やっぱりそのミスを回避する動きという意識を持って打つことも大切なので、それがはっきりしてた方がいいんですね。打つ前にそうやりたいこともミスもこう回避したいっていうと、難しい動きになったり考えることが多くなってショットに集中できなかったりするんですよ。なので決め打ちをしてコースで一発打っていただくっていう考えを持っていただければと思います。それもそうなんですけど、ここ最近ですね、僕が教えた方がどう変化があるかっていうことっていうのをちょっとお伝えしたいんですが、本当ここ最近月例優勝した方とか、ベストを更新された方とか、結構ポン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 成績が出てる方が増えてきてるんです。でその方々に共通することがあるんですよ。でそれはご本人のこともあるんで、その共通していることは今は言いませんけども、上達してる方に共通してることってすごくあって、特にその自分が見てこうレッスンに来てくださる方に共通してることがあるんですよね。でそれができてる方っていうのは間違いなく上達してます。なんでそれは、まあ、本当に成績が物語ってるなっていう感じはするんですよ。まあ、成績は僕がいじってるわけじゃないんで、ご本人が頑張った結果だと思うんですよね。なんでそれがすごいなと思って報告していただいた時にも、僕も同じぐらい、ご本人と同じぐらい嬉しい気持ちになるんですけども、さっきの話に戻ると、そのコースでやりたいことがはっきりしてて、その動きについて自分で理解をしてコースでショットを打つと、絶対行ってはいけない方向に打たないようになって、スコアが良くなってっていう、こう順序がこううまく組み立てられるんで、そういうのをちょっとコースでやっていただきたいなと思うんですよね。でもそれってさ、当たり前だよね。まあ言っちゃえば当たり前だね。本当はそうやってやってもらいたいんだけど、でも見ててそうじゃないなと思う方は多い。そうなんだ、うん、動きを優先しちゃう。結構多いな、今振り返るだけでも結構バーって出てくるぐらい。でじゃあ例えばある一緒にそのコース行った時に、うん、右に行っちゃったら OB なのに、うん、動き優先して右に行っちゃって OB になっちゃう。全然ある、全然あるっていうか、めっちゃあるね。めっちゃあるの、うん、そうだから単純に右に行かないだけでいい、まあ、ある程度飛距離が出て普通の当たりしたらいいって言ったら、体は動かしちゃいけないと思うんだよね。回転をリードさせちゃいけないけども、それでもグーンってやっちゃう。でも右が怖いからって上がひるむんだよね。そうするとクラブがこうそう寝て余計チーピン出たり、それでああやっぱり普通に振っとけばよかったって言って右を回避してチーピン打っちゃったりもあるし、あそういうのがね結構多い。でも仮にじゃあそういう人が体の動きじゃなくて、うん、クラブを動かしましょうと思って打つとすんじゃん、うん、それ打てんのかな、そのいきなりで。いきなりはどうだろうね。ゴルフの基本を知ってればできる。それはね、俺ここ最近レッスンで 5,6 人ぐらいには言ってんのよ。もうこれだけできてれば十分ぐらいのネタ、それが普通にできてスイングの中に取り入れられてる人だったら
すぐそれやってくださいねって言ったらすぐできる。で飛距離も変わらない。そう。じゃあやった方がいい。やった方がいい絶対。でも教えてもらえないやつだ。動画ではね。それはレッスンに来た方に教えてるから今余計言えないのよ。はい、そう、その方じゃあなんでってなっちゃう。そうだね。そう。レッスンに来ていただいた方の、まあ、特権というか、うん、でもその方たちはこれだけで十分じゃないってほとんどの方は言う。それはそういう結果をご本人が打ってるから、うん、高さも飛距離も方向性も、うん、だってそれだけだもん本当に。それがじゃあできてる人は、うん、できる。できる。その回避、右を回避してくださいねって言った時に、うん、あ、分かりましたって言ってできるぐらいのネタ。なるほどね。むしろじゃあ回避しなくてもじゃあ全ショットそれで打ってもいいですねって言ってもらえるぐらいのこと。そうなんだろうね。だから実際そう、それができたら体の動きなんか気にしなくていい。そう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 。ってことはこの動画の意味がないわけね。ああそうだね。全部それで打てばいいんだ。そう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 。だからそうだね、回避してくれとかそういう、ね、問題どうでもよくなっちゃうんだね。そうだよね。うん、もともとそうやって打てんだもん。そう。でも言い訳していい、うん、この動画を撮りたかった理由が、うん、そういう方がすごい多いから、うん、別にこの意見が全てだよってわけじゃなくて、もちろんその俺が座ってきたから座って言ってるだけで、もちろんそのいろんな動きを加えてうまくいってる方は、いやそんなことないよっていう方も絶対いるのよ。もちろんそれはそれでね、うん、そういう意見だし、うん、そうこっちはこっちでこういう意見だからっていうだけだから。そうだね。そう、単純にね。だから別に動かすことが悪いわけじゃないんだけど、悩んじゃってるんだったら違うでしょってことなんだよね。うん、要はそれができないんじゃない、うん、だったらもっと簡単な方法はありますよっていう、うん、そういうネタっていうのは、まあ、ネタっていう言い方は失礼だけど、そういうやり方っていうのがたくさんあるし、もっともっと簡単でもっともっと上達が早くなる方法って絶対あるんでね。それをちょっと取り入れていただきたいんでね。本当でもそのベストスコア出た方とか直接 LINE もらったりとか、あと、まあ、月齢で優勝した方も直接 LINE いただいて、そういうのとかめちゃくちゃ嬉しいけどね、うん、で男性の方は月齢で優勝された方なんだけど、俺が見ても調子もう良すぎるぐらい良かったの。その優勝を境にちょっと調子が崩れましたと言って、でまた調子が回復したいんでまたレッスンに来てくださったので、調子悪いんですって。で見たらスイングの振り力感がめちゃくちゃいいのに本人のフィーリングが悪い、要は当たってない。でボールの位置見たらボールの位置が1センチ弱か、まあ、1センチぐらいずれてた。それ直しただけで絶好調よ。そうだから調子がいい時って意外とそういうことが見えなくなっちゃったりするんでね、注意してでも。だからそれが戻しただけで調子ってすぐ回復するんでね、そんだけ調子いいことがそんな短期間で崩れるわけないのよ。だから気づいてない部分がもちろん崩れちゃってて調子が落としちゃうんだけど、それ直したらねまた調子回復してきたんでね。そうだからそれってすごく大事なことだから、調子がいい時ほど注意しなきゃいけない部分っていうのはある。ちなみに今日コンペお誘いいただいて行った方のお悩み、スライサーっていうかフェーダーなんだけどドローが打ちたい、飛距離が出したいっていう、まあ、お悩みっていうかことだったのよ。右を向いてたのよ。アドレスをまっすぐ取ってるつもりがその方右向いちゃう癖がある。右向く人は詳しい話抜きにして飛ばせないしドロー打てないのよ、打ちづらいのよ、飛ばしづらい。その理由が右向いてるともちろんそのまま打ったら右飛んでくるでしょ。でこれでこのまんまアドレスを右向いてると思ってないから直さないじゃない。これで左打とうとするでしょ。したらボールを潰す動作が入るんでね、そうするとドローって出づらいのよ。こう要はカットボールが出やすい。でもその方めちゃくちゃ飛ぶのよ。女性の方だったんだけど飛ぶし、まあ曲がらない、うん、でもドローが打ちたいんだって、うん、だからフェードの方が良くないですかって、うん、あんないいボールって、うん、まあその辺はね好みだから、うん、お好きな方を取っていただいていいんだけど、プラスなんで飛距離が出せないか、右向いて振ったら右プッシュかチーピンが出るから、うん、そうだからストレートボールが打てないんで飛
距離が出しづらいのよ。そうだ、それがね、アドレスが直るだけで両方解決できる場合もある。そうだから、そういうこと、回避からだいぶ話変わっちゃったけど、そういうお悩みがある方っていうのはそういう解決方法を取り入れてもらった方がいいかもしれないね。そうだから、コース行った時に自分のやりたい動きをそれでもやりますよってやり続けるのか、そのコースの OB とかハザードに対して自分のスイングを組み立てるのかっていうのをはっきり打つ前にこうジャッジして決めていただいた方がいいね。自分がやりたい動きをそういう状態でもやるとかやれるっていうのは、うん、身についてたらやってるはずなんだよね。あ、意識しなくたって、うん、そうだね、そうだね、うん、普通に打っちゃそれになってないといけないってことでしょ。そう、なってないといけない。だからそれをやろうと思ってる時点で、うん、コースでは使っちゃいけないってことだよね。そうだね、だって身についてたら、うん、確かにその動きやろうと思わないもんね、うん、やんなくてもできてるはず。そうだね、うん、そうだから完成してない状態をコースに持ってってるっていうことで、そう、だその理解ももちろんした方がいいよね。うん、うん、だから曲がって当然ぐらいのこう気持ちでいた方が、うんうん、だから本当に空振りしてもその形でビタンってこうちゃんとスイングするぐらいの意識はあった方がいい。そういうことだよね、うん、だから曲がってもしょうがないし、うんうん、完成するまでやっぱ待つしかないよね。空振りしてもってか、うん、あのすげえ曲がってんのに、ね、こう一緒一緒、もうだからえって同伴競技者ボール見て、いや空振りしてるけどっつってんのに本人だけこっち向いてこうやってドヤ顔してるフィニッシュ。そう、それぐらいの覚悟、覚悟、そう、覚悟は必要。 そ, の、ね、そうだから本当にチョロとか、うん、もうありですよ、ありですよっていうか出てもおかしくない。うん、本当だってコースの一発ってすごいから集中力が。そうだからそれも気づかないぐらいこうフィニッシュでちゃんとこうやってやってるぐらいの、そう、意識がないとできない。だから本当完成してもできないぐらいだからね、コースはプロでもミスするぐらいだから。そうだから、より簡単な動きの方がいいってこと。だから複雑な動きをしてナイスショット打った満足感も分かるよ、分かるけど、じゃあそれ何発続きますかって、だったらやっぱ確率のね高い方のショットを選んであげた方がいいから、それちょっとやっていただきたいですね。半分以上意味のない動画になってしまったかもしれないですけど、まあ一応その、まあ、動きを優先するのか、そのミスを回避することを優先するのか、あと違う内容も中にちょっと入れましたけども、参考になったらですね、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。